にちは。セキヌ東京本社の伊藤です。セキヌです。田中です。今日はケアさんで初のオンラインセミナーを開催させていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日のテーマなんですけれども、冬のビューティーザバイブルということで、この時期気になる乾燥、そしてマスク荒れを解決できる、誰でも簡単に作れるお手肌作りを私たちインストラクターがレクチャーしていきたいと思います。イエーイ。ぜひ楽しみにしていてください。それでは早速、まずはじめに今日使っていく商品のご説明からさせていただきたいと思います。まずはじめに、結構見たことがある方も多いんじゃないでしょうか、こちらのセフィーヌのハーブクリアシリーズです。ありがとうございます。こちらはピーニングジェルになるんですけれども、毎日使っていただけるピーニングジェルになります。実はセフィーヌのテンパン人気ナンバーワンアイテムになっています。イエーイで、本日一応タイプ別に4種類あるんですけれども、特におすすめの、冬類はですね、乾燥が気になるということですので、ミルクタイプのこちらのピーリングと、あとはもう一つが7月に発売されたばかりのビタミン補給ができるハーブクリアジェル V プラス、こちらを使っていきたいと思います。ではですね、早速ちょっと手の上で見ていきたいと思いますので、じゃあ関根さん、はい、ちょっと腕を出していただいてよろしいですか。ありがとうございます。こちらを大体1プッシュぐらい出していきますので、手の上でくるくるくるっと馴染ませてみてください。はい、馴染ませます。わー、ちょっとすごい出てきた。見えますかね。ちょっとカメラがこんな感じで、関根さんでも結構手綺麗なので、あ、でも出てきてる、ね、すごい。腕の方とか見ていただくと、もう一瞬で古い角質がコロコロと取れてきたのが見えるかなと思います。はい、すごいですよね。すごい、たくさん出てきました。ちょっと拭き取ってみてください。ありがとうございます。ピーリングというと結構乾燥してしまうんじゃないかというイメージ持たれる方が多いと思うんですけれども、こちらのセフィーヌのハーブクリアシリーズは古い角質だけに反応して、古い角質だけを取って、しっかりと美容成分がお肌に浸透して保湿しながらピーリングできますので、どうですか、触ってみて。すごいしっとりとしていて、全然突っ張った感じがしないです、あ、でもカメラで見ると若干ちょっとこっちの方が明るくなっているのがわかるかなと思います、ミルクタイプは一番肌に負担がかからないタイプになりますので、特に敏感肌の方におすすめのピーリングになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではしっかりピーリングで古い角質を落とした後はお化粧水に移っていきます。化粧水がこちらです。あ、カメラさん、ありがとうございます。こちらになりますね。セフィーヌの一番人気アイテム、化粧水の中で一番人気のナノミックザローションウルティマです。こちらはセフィーヌの一番最高級ラインのお化粧水になっておりまして、独自のスピード浸透処方により驚きの浸透力がございます。そして57種類の美容液成分で、もう塗った瞬間からお肌にグッと浸透して、もう塗った後はね、もうプルプルでもちもちなお肌にしてくれるものになっております。こちらは実際に後ほどメイクデモで使っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてお化粧水で乾燥してしまったお肌に十分水分を補給した後は、こちらの美容液オイルですね。同じシリーズのナノミックザオイルセラム22です。はい、こちらちょっと黄色いちっちゃいオイルになるんですけれども、なんとこちらはセフィーヌのスタッフ人気ナンバーワンアイテムで、私たちももう毎日手放せないアイテムになっているんですけれども、はい、こちらは 100% 美容液成分でできたオイル状の美容液になっております。全身に使っていただいたりとか、あとは化粧の上からでも使っていただけますので、特に暖房の
乾燥とかも今すごく気になる時期だと思うんですけれども、その時にちょっと手元に出して押さえるようにつけていただくと、この時期結構流行っているツヤ肌を簡単に作ることができる、とっても万能オイルになっています。私たちも大好きです。で、あのサイズがすごくちっちゃいんですけれども、大体2ヶ月ぐらい持ちますので、スパンみたいなと思います。こちらも後ほど使っていきます。ではスキンケアは以上になるんですが、早速ベースメイクに移っていきたいと思います。下地に使っていくのがこちらですね、セフィーヌのビューティープロ UV カットエクリュ CC ソフトです。こちらはですね、赤ちゃんでも使っていただけるぐらいすっごくお肌に優しいお下地になっておりまして、とっても伸びがいいので少量でトーンアップできるような日焼け止め下地になっております。結構この時期マスクによってあんまり、なんて言うんですかね、ファンデーションとか塗らなくなったっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、あんまりファンデーション塗らないなっていう方でしたら、これ1本だけでもしっかりお肌のキメを整えてくれるお下地になっておりますので、後ほどあのそのトーンアップした状態の肌見ていただきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、でお下地を塗った後はメインのファンデーションに移りますね。では早速こちらです。皆さん、セフィーヌのファンデーションといえば、こちらのシルクウェットパウダーです。あ、ありがとうございます。セフィーヌのシルクウェットパウダーといえば、あのインスタの女王がご愛用いただいているファンデーションということで、ご存知いただいている方が多いと思うんですけれども、この人気の理由が、なんといっても崩れにくいということです。ではここでですね、この崩れにくいっていうのが一発でわかる実験がございますので、早速やっていきたいと思います。じゃあちょっとカメラそのままで、じゃあ田中さんもお手元をお借りして、これは明かり粉を塗っていきたいんですけれども、この真っ赤な赤の見えますかね。ちょっと YouTube のリップを両手に塗っていきたいと思います。じゃあハートマークを描いていきますね。わお、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっと上に描いていきます。はい、よいしょ。種も仕掛けもない本当に真っ赤の収容のリップになっています。はい、じゃあちょっと見ていただいて、こんな感じですね。では、片方に、こちらの、お仕上げに使っていくフィニッシングパウダー。こちらですね。ピンクと紫のパウダーがあるんですけれども、こちらを、じゃあ左手に軽く乗せていきたいと思います。2周。簡単にこんな感じで塗っていきます。こちらはですね、あのおしゃべりに塗っていただくとくすみをしっかり飛ばしてくれるものになりますので、さっと塗っただけでちょっとお肌のトーンアップしたかなと思います。ではここでですね、じゃあ関根さんに、はい、じゃあちょっと田中さんこんな感じで、はい、指でツーッとなぞってみてください。はい、じゃあなぞります。お願いします。よいしょ。あ、すごい。え見てください。見てみてください。いかがでしょうか。あ、すごい。片方は結構ドロッと崩れているのに、こちらのフィニッシングパウダーの片方は全然崩れていないですよね。では、私がもうちょっとこすってみたいと思います。はい、いきますよ。どうでしょう。結構力を入れて、こすってみたんですけれども、全然崩れないですよね。もうちょっと力を入れて。こんな感じで、崩れたとしても全然崩れ方が綺麗に崩れているのがわかると思います。全然違う。これがセフィーヌの
シルクエットパウダーファンデーションのベースメイクの崩れにくさの凄さです。ではなぜこんなに崩れにくいのかというのがご説明させていただきたいと思います。では資料の方をお願いいたします。はい、今画面で見ていただいていると思うんですけれども、セフィーヌのベースメイクにはすべてシルクという成分が配合されております。次のページをお願いいたします。はい、ちょっとここには書いていないんですけれども、セフィーヌはのベースメイクにはシルクパウダーが入ってあります。で、皆さんシルクというとこうツヤっとしたイメージあるかなと思うんですけれども、このシルクパウダーには小さい穴が開いた加工をしてあります。この小さな穴がお顔から出た汗や皮脂を吸収してお外に出すという効果がございますので、長時間しっかりメイクを塗った時と同じような状態にしてくれるようなものになっております。で、今画面で出ておりますお花形粒子というものなんですけれども、この絵に描いてあるような花びらのような形をした粒子、こちらもセフィーヌのベースメイクには入っております。この花びらのような形をした粒子が光を乱反射させて、昼でも夜でも室内でも外でもどこから見ても透明感のあるツヤっとしたお肌にしてくれるようなものになっております。さらにこちらのベースメイクにはですね、植物の色素がたっぷりと配合されてあります。天然の植物には実は自然発光する効果がございます。結構桜、夜桜とかって皆さん春になると見られると思うんですけれども、じゃあ田中さん、はい、昼と夜桜ってどっちの方が綺麗に見えますかね。悩みますね。その人も悩みますよね。でも私は、はい、お酒飲まないからお昼かな。お昼ですね、はい、あでもお昼ってやっぱりね、桜見るとってもルンルンってそういった気持ちになると思うんですが、関根さんはどうですか。私はそうですね、夜の方がすごい幻想的に綺麗に見えるなって思ってます。関根さんはなんかロマンチックじゃないみたいな大丈夫ですか。実は、まあ、夜に結構お花の夜桜とかって綺麗に見えると思うんですけれども、これがこの植物の自然発光の力になっております。セフィーヌではこの植物、天然の植物の自然発光する力を用いて、天然の着色料などは一切含まずに天然の植物色素をたっぷりと配合して、もうどこから見てもお顔色がよく見えるようなベースメイクになっております。はい、資料ありがとうございました。はい、セフィーヌのパウダーファンデーションはもうセフィーヌのベースメイクの中でも一番人気商品になっております。そして本日はですね、リキッドファンデーションのご紹介もぜひさせていただきたいと思います。じゃあカメラさんちょっと寄っていただいてもいいですか。あ、こちらですね。あ、ありがとうございます。こちら実はですね、最近発売された、9月に発売されたばかりのシルキースキンケアリキッドファンデーションです。実はこちらはですね、セフィーヌのリキッドファンデーションもこだわりの処方がしてあります。こちらは美容液成分 75% 配合、あとはですね、ウォーターベース処方といってほとんどが水分でできているファンデーションになっております。ではまた早速実験をしていきたいと思います。じゃあこの紙コップの中に、プラスチックですね、プラスチックの中にお水が入ってあります。この中にですね、じゃあ関根さん、はい、リキッドファンデーションを3プッシュ垂らしてみていただいてもよろしいですか。はい、じゃあこちらに今入れます、はい、皆さんこちらですね、クレンジングされる時を思いながら見ていただきたいんですけれども、3プッシュ入れました。はい、はい、ではこれをかき混ぜていただいてもよろしいですか。すみません、今からこちらを混ぜます。お、綺麗に、お、混ざっていくの分かりますか。すごいですね、なんかミルクティーみたいな感じで、一瞬で、そうなんです、見えますかね、こんな感じで。こちらがですね、ウォーターベース処方の特徴になっておりまして、水にさーっとしっかりと馴染んでいるのが分かると思います。リ
リキッドファンデーションですと、ほとんど のメーカーさんのリキッドファンデーションはオイルレス処方といって、ほとんどがオイルに水分が入っている処方がしてあるものが多いんですけれども、どちらもメリットがございます。オイルレス処方が主に多く使われている理由が、やはりカバー力が高いということです。ただどうしても日光に当たってオイルが酸化したりすると、夕方ぐらいになるとどうしてもくすみが気になったりしがちなのがデメリットになるんですけれども、セフィールのリキッドファンデーションはほとんどが水分でできておりますので、塗った瞬間も非常にみずみずしい伸び、そして塗った時と同じようなこの質感でしたりとか、お色味が夕方まで続いてくれますので、落ちたクレージングもとてもこのようにですね、しっかりと馴染んで落ちてくれるので、簡単にイージークレンジングができるようなものが特徴になっております。私たちも今日は、はい、ね、リキッドファンデーションを塗ってきております。でこちらのちょっと早速田中さんのおすすめのお色味があるということなんですけれども、どれですか？はい、私のおすすめは、はい、ちょっとピンクっぽいような色の NA23 の色がおすすめです。はい、結構今もね、はい、たくさんのサロン様にご紹介させていただいているんですけれども、OC と NA という2種類のお色味がございまして、お肌に、あ、似合うか？はい。お肌がちょっと血色感を足したい方には NA のカラーがおすすめになっております。ぜひ気になる方はインストラクターまでご連絡いただければと思いますので、試してみてください。はい、はい、そしてですね、あ、以上になりますね。ではちょっと簡単にはなってしまったんですけれども、ここまでスキンケアからセフィールのベースメイクご紹介させていただきましたので、この後メインのこちらの商品を使ったモデルでもさせていただきたいと思いますので、では田中さんと関根さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、今日モデルは、真ん中に座っているモデルになります。で今日技術させていただくのは田中の方でやらせていただきます。では、今スキンケアまでを、あ、スキンケアまだやってなくって、クレンジングまでをしていただいている状態なので、今ご紹介糸の方からありました、ハーブクリアジェル、こちらの今日はですね、関根さん、はい、肌質って、はい、今肌悩みとかって何かありますか？私はですね、この時期すごく乾燥が気になる肌質です。乾燥ということですので、今日はですね、こっちあ、見えました、はい、見えますでしょうか。先ほど伊藤の方がご紹介あったと思うんですけど、ハーブクリアゼルシリーズの中でも特に保湿力の高い超しっとりタイプのハーブクリアミルク、ピンク色のこちらの方を使用していきたいと思います。じゃ早速準備させていただきます。はい、本当にこのピーリングジェルって朝使っていただくと一気にくすみが取れて、女性の方であれば、なんていうんですか、その後のお化粧のりもとっても良くなります。本当に朝の洗顔具合にすると全然違いますよね。違いますよね。皆さん結構夜やられる方多いと思うんですけど、夜だと結構めんどくさかったりされると思うので、本当に朝の洗顔の代わりにやってもらえるといいかなって思います。じゃあ早速ハーブクリアジェルのピーリング使って、関根さんの角質をきれいに落とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、美容なんですけれども、今日全部のお顔をやっていきます。で、繊細な部分ですね、お目元とかはちょっと外させていただいて、頬であったりとか鼻周り、角質がたまりやすいところをピーリングさせていただきます。で、今だいたい5プッシュぐらい出させていただいたんですけれども、まあ、これぐらい手に取っていただいて、ピーリングしたいところに乗せていきたいと思います。じゃ失礼します。はい、お願いします。ぜひご質問のある方は皆さんお気軽にコメントをいただければとてもとても嬉しいです。関根さん、さっき乾燥が気になるということだったんですけれども、はい、このピーリングをやっていただくと本当にスキンケアをやった後の状態のような肌質に生まれ変わりますので、
ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。関根さん、さっき腕でやった時結構出ましたけど、はい、大変恥ずかしいちょっと話してしまったんですけれどもあ、でも顔もちょっとずつ出てきてますね。そうですね、ほんのちょっとずつなんですけれども、やっぱりあの見た目すごく関根さん肌綺麗に見えるんですが、やっぱりどんなに綺麗な方でも古い角質っていうのはたまるものではありますので、毎日やらなくても、うん、まあ、週に1回の特別ケアみたいな感じでやってもらってもいいのかなって思います。スキルのピーリングジェル、一応朝に使っていただくことを推奨しているんですけれども、みんなで朝使っていただきたいのかというと、実は人間中の角質は夜溜まっていくものになっているんですね。寝ている間はこう成長、皮膚の角質っていうのも成長しがちですので、しっかり朝起きた時にケアしていただくことによって、その後のお化粧水などの美容成分もしっかりと浸透できるようなものになっております。じゃ今ちょっとあの関根さん、モデルさんにはですね、ホットタオルでピーリングのオフをしていただいております。これあの通常であれば、朝とか夜とかやられるようであればぬるま湯で洗い流していただければ問題ないです。でエステとかで使われる時なんかは、今みたいな感じでホットタオルで軽く拭き取っていただいて、化粧水しながらあのまた残りのピーリングというのを取っていただければ問題ないかなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとついてる分の私の方で少し取っていきます。痛くないですか？はい、大丈夫です。はい、で今ちょっとあの全部ピーリングさせていただいたんですけど、結構どうですか伊藤さん、見ていただいて。もうさっきよりも一気に、ちょっとカメラでわかるかなと思うんですけれども、かなりくすみも取れてトーンアップしたような気がします、うん、すごい。なんか見ると、直接見るともうわかるんですけど、はい、カメラ越しでも結構わかりますよね。そうですね、結構あのさっきあのピーリングくるくるしているところ私も見させていただいてたんですけれども、意外とこのフェイスラインのところがすごくですね、確率が結構取れていたかなと思います。フェイスラインって意外とこの汚れ、あの洗顔の時に汚れが残りがちな箇所になっておりますので、しっかりこの洗顔では落としきれなかった汚れをピーリングジェルでしっかり落ちるようなものになっておりますので、ぜひ皆さんにも使っていただきたいなと思います。全然違いますよね、はい、なんかこう一皮むけたような感じで、そうですね、ワントーン明るくなるので、本当にピーリングあんまりやったことがないよっていう方はぜひやっていただきたいなと思います。あ、すごい綺麗、はい、トーンアップしましたね。では、早速なんですが、先ほどご紹介いただきましたナノミックのザ・ローションウルティマですね、あのこちらはですね、とてもいい香りがするので、モデルの関根さんに体感していただこうかなと思います、はい、楽しみにしてます。すごくある成分の香りがするんですけど、ちょっと関根さんに当てていただきたいなと思います。ぜひぜひ。多分関根さんが好きな飲み物だと思います。じゃあ失礼します。なんか香りしますか？しますね、ほのかに。なんだろう、好きな飲むもの、飲み物ですもんね。そう、関根さんが多分毎日飲んでるんじゃないかなって思う飲み物なんですけど、カルピスですか？カルピス、そんな可愛いもの飲んでるんですか毎日どんなイメージ持たれたかちょっとわからないんですけれども、関根さん大人になって飲むものといえば、はい、お酒ですね。あ、伊藤さん、ね、答えを。はい、実はですね、こちらのナノミックザローションウルティマの香りがお酒の日本酒の吟醸酒の香りになっております。なるほど、日本酒、はい、飲みますよね。毎日飲んでましたよ、ね、はい、はい、皆さん旅番組なのでよく蔵元のお酒を作っている方の手ってすごく白くて綺麗なイメージを持たれるかなと思うんですけれども、その日本酒の成分では美白と保湿効果に非常に優れているんです。ですのでこちらのナノミックザローションウルティマには吟醸エキスがそのままたっぷり配合されておりますので、しっかり浸透した後はもう透明感がアップしたのがご実感いただけるかなと思います。でももう全然顔カメラでもわかりますね、結構顔色がとっても良くなったなと思います、
結構関根さん最初乾燥が気になるっておっしゃってたんですけど、この化粧水本当先ほども伊藤が言ってたんですけど浸透力がすごく早いので乾燥してるモデルさんとかだと化粧水1回入れた後どん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 ブイブイ吸っと吸い取っていくので実は今2回目足してるんですけどそれぐらい本当に浸透力が早くて、はい、で仕上がりはもうもちっとしたような肌質に生まれ変わります。先ほどピーリングしたのでなおさら浸透力が上がったかなと思います。でまだ足りないのでちょっと3回目のおかわりに行きますありがとうございます、はい、皆さん結構これからの季節はもう乾燥が一番の悩みという方が多いのかなと思うんですけれども普段のスキンケア夏と同じぐらいのスキンケアだと絶対にお肌ってやっぱり物足りないと思いますのでご自身で、あれちょっとこれやりすぎかなぐらいの保湿でちょうどいいぐらいです。ですので、今みたいにたっぷりお化粧水を使ってしっかりとお肌に水分を補給してあげてください。で最後、余った化粧水は、やっぱり首は年齢を語ると言われてるんですが、首にもつけてあげるとすごくいい化粧水なので無駄なく使えるかなって思います。はい。ということで今スキンケアの方が一旦終了させていただいて、まだあれ使ってないじゃんって思ってる方もいると思うんですが黄色いあれは後ほど使わせていただきますのでお持ちいただければなと思います、はい、では次に早速ベースメイクに入っていくんですがこちらの赤ちゃんでも使える日焼け止め下地 UV カットエクリューソフト CC ですねこちらの方をお顔にベースとしてつけさせていただきます。でこちらはですね日焼け止め下地なんですけど少しカメラさん少しいいですか色がついておりまして、お肌の補正をしてくれるようなものになってます。でベージュ系の色になってるので赤みなんかも少し補正してくれるような下地なのでとても皆さんが使いやすいものになってると思います。ありがとうございます。じゃあ、こちら今、1.5 プッシュ出させていただいたんですが、こちらをお顔全体につけていきたいと思います。こちらのお下地のもう一つすごいところが、ゼフィーヌ独自のスキンスムーサー処方といいまして、この後に塗るファンデーションの、この、つきを良くしてくれるような、この肌のキメをしっかりと整えてくれる効果がありますので、トーンアップ効果だけではなくって、その毛穴を目立たなくしてくれるような効果も実はございます。で本当にこれ私も毎日入社してからずっと使ってるんですけど、これよりもいい下地に出会ったことがないぐらい、本当にこれを塗れば、変な話、どんなファンデーションをつけてもすごく綺麗に乗ってくれます。で赤ちゃんでも使える日焼け止め下地って聞いたことありますか？いや、あんまりないですよね。ないですよね。で石鹸でも洗い流せるっていうのが本当にお肌の優しさっていうのを語ってるのかなと思うので本当にお肌敏感の方にはぜひおすすめしたいなって思います。結構今石鹸落ちがすごく流行ってるかなと思いますね。この時代マスク気になる方多いと思うのでなるべくお顔にお化粧したくない方とかもうとにかく気軽に早くお化粧落としたいという方がとっても多いと思うので石鹸で、ね、洗顔だけでしっかり落ちるのがすごく嬉しいアイテムかなと思います。今ちょうど全部のお顔を塗らせていただいたんですけれどもどうですかね。全然トーンアップしましたね。そうなんですよ。これだけでもこんなにお肌が明るくなりますのでもうこれぐらいお肌が綺麗なことだったら本当さっき伊藤も言ってたんですけど下地この下地だけつけて少し軽くパウダーをのせただけでもすごい綺麗なんですけどやっぱり今日はさらにモデルさんを綺麗にしたいのでちょっとここで使っていくのが2つのアイテムになります。じゃん、大変お待たせしました。こちらのザ・オイルセラム22と新商品のシルキースキンケアリクイドこちらの2本をまさかのここで混ぜて一緒に使っていきたいと思います。混ぜちゃうんですか田中さん。今日は贅沢に混ぜちゃいたいと思いますというのも、リキッドファンデーションの中にこのオイル美容液を混ぜてつけるとすごく伸びもよくって、これから
冬時期ですね、やっぱり乾燥が気になる方すごく多いと思うんですけど、一日乾燥知らずでつけることができるので、今ちょっとリキッドファンデーション1プッシュ出させていただいたんですけど、これの上にオイルセラムを、まあ、好きなだけ垂らしていいんですけど、今日はちょっと関根さんに贅沢に3滴垂らしてリキッドファンデーションと混ぜて塗っていきたいと思います。で、このオイルセラムもすごいいい香りがするので、関根さんまた当ててもらってもいいですか。次は日本酒じゃないですか。日本酒じゃないなんか爽やかな香りがしますね。お、なんだと思いますか。これは関根さん好きそうな、うん、匂いですね。柑橘系です。あ、これはレモンの香りですか。お、答え知ってましたね。知ってましたそうですね、あのオイルセラムの中にはレモングラス の、 あの精油が入っていますので、香りとしてはレモンっぽいようなすっきりとした香りになってます。で、結構オイル美容液ってオイル臭いですよね、普通に。結構ちょっと、オイルだなっていう香りがするものが多いですよね。そうですよね、すごい使いにくいなってイメージあるんですけど、私もやっぱりオイル美容液昔から苦手なんですけど、このオイル美容液は本当に自分の皮脂のような感じでお肌の上に乗りますので、すごくツヤが自然と出てくれて、乾燥気になる方はぜひつけた方がいいかなって思います。今日はもう誰でも簡単にできるモテ肌作りというテーマになっているんですけれども、やはりこの時期のトレンドというのはやはりツヤっぽさですね。結構ここ数年でツヤ肌がトレンドになっていると思うんですけれども、やはりお肌がしっかりとツヤが出ていることによって、あのツヤがあることによって結構お肌ってとっても綺麗な印象を持つことができますし、あのどんな角度からも光が当たって光をツヤで飛ばしてくれるようなものになりますので、しっかりとこのオイルでですね、ファンデーションと混ぜていただいて、この内側から本当に自然にもともと作ったようなツヤではなく、自然なツヤ肌を演出してくれるようなものになっております。すごく綺麗ですね。ツヤが出てきて、結構カバーはナチュラルにしてきたので、すごいもともと綺麗なんですけど、さらに綺麗になってきましたね、はい、かなりこのリキッドファンデーションもとても伸びがいいので、めちゃめちゃ相性がいいですよね。伸びがいいので、ちょっとメイクがね、なかなか、もし初心者の方とかでも簡単に使っていただけるかなと思います。実際、関根さん、普段はパウダーとリキッドだとどっち派なんですか？はい、私はもう、そうですね、パウダーの方が使うこと多かったですね。だけど、最近リキッド変えてるって言ったんですけど、最近はもうリキッドファンデーション使ってから、このリキッドファンデーションの馴染みの良さだったりとか、あとみずみずしさっていうところにすごい惹かれて、毎日使っています。やっぱそれぐらいパウダー派がこうコロッと変わってしまうぐらい本当にいいですよね、うん、このリキッド、はい、とてもおすすめしたい一品の一つですあ、すごい綺麗に塗れてますね。で、今日リキッドだけで仕上げて、最後押し上げてパウダーする予定なんですけど、まあ、普段だったら結構コンシーラー使われる方多いと思うんですけど、まあ、今ちょっとモニターで見ていただく通り、結構これだけでも十分綺麗なので、コンシーラー使わなくても本当にあの簡単にカバーができて簡単にメイクができるっていうのが、このスキンケアシルキースキンケアリクイドの特徴かなと思います。で、これだけでもすごく綺麗なんですけど、やっぱりマスクされるとどうしてもメイク崩れやすくなってしまうので、マスクした時にもよれないようなメイクということで、あとの2アイテム使っていきたいと思います。で、この後に使うのが、待ってました、はい、はい、お待ちかねのお待ちかねのこちらですね、セリーヌといえばこれっていうアイテムなんですが、シルクウェットパウダーです。もうシルクの量がふんだんに入って、たくさん入っているので、これをちょっとつけるだけでもメイク崩れ防止にもなります。なので今日はこれを全部つけるのではなくって、メイクが崩れやすい部分にだけちょっと部分的にのせて、メイクのキープ力を増していきたいと思います。で、今
関根さんには NA の23番というシルキースキンケアリクイドを使わせていただいたので、パウダーの方も統一させていただいて、NA のシリーズで NA210 番をちょっと載せていきたいと思います。はい、本当に粒子が細かくって、パウダーリー感が全くないですよね。本当にないですね。で、ちょっと乗せるだけですごいカバーしてくれるので、たくさんつけてしまうとかなりマットになってしまうので、ナチュラルにつけたいという方は本当に2回転パウダーを回しながらつけてもらって、部分的にお顔に乗せてもらうのをおすすめさせていただきます。で、早速乗せていきます。で、お顔の中心から、外側に向かって軽く乗せていきます。で、やっぱりツヤが出る部分であったりとか、これからチークを乗せるような部分っていうのはパウダーを乗せる必要はほぼないので、パウダーを乗せるとどんどん厚くなってしまうので、これから色がつかないような部分に軽く色を乗せていきます。セフィーヌのシルクエットパウダーは実はテレビ局でも3社フジテレビさん、テレビ東京さん、NHK さんで実際にメイクアップルームにも置いてありますし、今ちょうどやっているドラマでも実際にモデルさん、女優さんに使っていただいているようなものになっております。やはりサッと乗せるだけでしっかりカバーしたいところを簡単にカバーできるので、撮影用に使っていただくことがとっても多いです。皆さんサロン様でもよく成人式のメイクとかされているサロン様でしたら、とってもこのパウダーファンデーション、写真写りもとっても良くなるパウダーファンデーションですので、ぜひお試ししていただければと思います。あ、すごく綺麗ですね。すごい綺麗になってきました、はい、わかりますかね。リキッドだけだと本当に全体的にナチュラルな自然なツヤという感じでしたが、あ、すごいツヤが出て乾燥とは思えないような肌質になってきたかなと思います。関根さん仕上がりは見ていないので分かりにくいと思うんですけど、はい、今ちょうどパウダーファンデーションまでを乗せさせていただいたんですけれども、これだけでもメイクのキープ力というのはすごくあるんですが、最後にですね、セフィーヌで使っております、メイクアップキープミスト、最近すごく人気な商品なんですけど、これを少し振りかけるとさらにマスクメイクが崩れにくくなりますので、今すごい綺麗なものをキープということでちょっと軽く振らせていただきたいと思います。じゃあちょっとその前少しだけチークだけ足させていただきますね。モテ肌作りなのでモテ色でお願いします。もちろんですよもうこれだけでもモテちゃうと思うんですが、はい、もう関根さん本当に可愛らしいのがにじみ出てますので今日はですねちょっと可愛らしいピンク系のチークをちょっと お肌にのせていきたいと思います。はい、楽しみにしてます。可愛いやっぱりこういうベーシックなローズ系のピンクが一番いいですよね、この時期は。やっぱり寒くなると血行が悪くなって、肌色がちょっと沈んで見える方が多いので、少しやっぱり普段つけないような明るさのコーラル系のものであったりとか、ちょっとピンクっぽい血色のいいものを乗せていただくと本当に顔色が良くなって、さらにお肌のトーンも綺麗に見えるので。あとは、はい、ちなみになんかチークの塗り方のコツとかってありますか？チークの塗り方のコツは、私が結構自分を見てもらうと分かるんですけど、結構高めにつけてるんですけど、やっぱり高めにつけると若々しくなって、私も年齢もちょっと上なので若々しく見えて可愛らしく見えるというのがポイントで、ちょっと皆さんモデルさんにもやらせていただいてるんですけど、やっぱ笑った時に笑ってください。はい、こうニコッと出る部分ですね、こう笑ったところ、ここに乗せてもらえると女性の可愛らしさが2倍に上がりますので、ぜひちょっとモテたいっていう方なんかには、まあ、自分笑ってもらってつけてもらえると、もうさらに2倍に可愛くなれるかなと思います。はい、ということで今ちょっとチークまでつけたので、さっきご紹介したこちらのメイクキープミストを上から振って固定をしていきたいと思います。じゃあちょっと目閉じてください、はい。マスクなのでこれは欠かせないですよね。
もうこれ私たちもずっと使ってますもんね、はい、これがないともう生きていけないぐらい。で今ちょっと振ったんですけど、少しこう乾かしていただいて、この上にマスクをしていただけると1日メイクが崩れにくくキープができるようなものになってますので、朝仕上げたメイクをキープしたいっていう方なんかにはさらにメイクキープミストを乗せていただくといいかなって思います。ということで今メイクの方ベースメイクを仕上げさせていただいたんですが、最初に比べるとだいぶこう艶が出て乾燥知らずのお肌になってるんじゃないかなと思うんですが、遠くから見てもかなり艶がわかりますね。やっぱりこのオイルセラム、リキッドファンデーションに入れて使うと全然違いますね。全然違いますよね。関根さんちょっと触ってもらってもいいですか、お肌。はい、すごい。どうですか。めちゃめちゃもちもちしてます。あ、よかった。本当にメイク始める前の砂漠肌とは全然違って潤いました。いやもう本当に今モデルさん言っていただいた通り、本当触るとこうもちっとしたような質感に生まれ変わるっていうのが、最初今日使ったナノミクシリーズの商品になってますので、ぜひちょっと乾燥が気になるよっていう方なんかにはこのナノミクシリーズのザ・ローションウルティマとセフィーヌスタッフセールでナンバーワン、こちらのナノミックオイルセラム22ですね、22歳のあの頃を取り戻そうみたいな感じでオイル美容液使っていただけると、関根さんのような肌質に生まれ変わりますので、ぜひ興味ある方はお使いいただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあモデルさん入っていただいて、はい、皆さんでは ありがとうございます。田中さんと関根さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもいかがでしたでしょうか。結構私も見てて思ったのが、やっぱりこの時期乾燥が気になる方がとても多いので、結構スキンケアに時間をとてもかけていたなっていうのが印象的だったんですけれども、やはりしっかりスキンケアの時間を長くとって、この角質をオフしてからゆっくりこの化粧水を浸透させる、しっかり水分補給ができていれば、そんなにファンデーションをたっぷり塗ったりとかしなくても簡単にとても綺麗にキメも整って、毛穴知らずの人にとても誰から見ても振り返られるようなお肌ができるのかなと思いました。いやちょっと遠くから見てもすごく本当に綺麗です、ね、なんか羨ましいぐらいすごい真ん中のモデルさんがツヤツヤなのでカメラさんせっかくなのでちょっと好きですね。そうですね、少しすごい今私近くで見てびっくりしちゃったんですけど、どうですか、ちょっと斜め見たかちょっと回っていただいて、結構あ、カメラがあ、すごい綺麗ですね。なんか可愛い、すごいツヤっぽさが出てて、お顔のなんか特にハイライトとかしっかり塗っていないのに、このツヤがところどころちゃんとお顔の高い位置に自然に発光しているのが皆さん分かっていただけるかなと思います。では最後にちょっと締めくくらせていただきたいなと思います。今日ちょっと初めての1回目の配信ということで、ちょっとなかなかね、聞きにくい部分もあったかなと思うんですけれども、セフィーヌのスキンケアアイテムとっても豊富ですし、これからの時期しっかり使っていただくと、本当に毎日使っていただくことでお肌ってどんどん変わっていって、乾燥知らずのお肌というのができますので、ぜひ皆様にもセフィーヌのスキンケアアイテムからモテ肌になれるベースメイク使っていただきたいなと思いますので、ぜひ皆さん何か気になることがありましたらインストラクターの方までもお問い合わせいただければと思います。はい、では以上になりますね。はい、はい、本日はご視聴ありがとうございました。